とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、高難易度クエストのクリアのやり方、やっていきたいと思います。まあ、難易度はね、上がれば上がるにつれて、むちゃくちゃ難しくなるのよ。無理ゲーだなーって思うこともあると思うけども、まあ、今日のやり方でやると、若干なりとも、簡単になるので、まあ、おすすめのやり方です。で、これをやるにあたって、必要な装備、一つだけあります。それがこれ。装備品に、クールダウンがついてる装備の、エンチャントクールダウン3つ。まあ、合計4つの、クールダウンがついてる装備を入手してください。まあ、持ってる人は、そのまま、それでいいね。まあ、それの、パワーを、鍛冶屋とかでね、極力上げてください。はい。まあ、基本はこれだね。で、アーティファクトを、これにしてください。これ。エレメントのカバンを、4つとも、すべて、エレメントのカバンを、つけてください。まあ、これは道具屋とかでね、売りも出るし、まあ、普通にクリアして入手もできるんで、取ってみてください。まあ、エレメントとのカバン、3つだね。そして、武器は、まあ、なんでもいい。なんでもいいんだけども、衝撃波がついてるやつがいい。衝撃波。しかも、衝撃波が、かなりの数出る方がいい。ということで、まあ、締め具の衝撃波付き、これが一番ベストかな。うん。これぐらいの速さで、衝撃波が出る装備だね。これがあればいいと思う。まあ、ワールウィンドでもいけないことはない。ね、でもやっぱり締め具が一番いいです。まあ、とりあえずこれでどんな感じでいくかっていうのをお見せしましょう。レッドストーン鉱山とか行ってみようか。ここのプラス25。めちゃくちゃ強いんだけども、一度試しに行ってみます。はい、行きます。前はね、ブーツとマントつけて、もうゴリ押しっていうか、もう走り抜けてなんとか行ける感じだったけど、もうなんかね、無理なのよ。無理。重力のやつとかも出てきて、で、さらになんかここは村人を途中でね、助ける。ミニクエストがあるでしょ？あれとかをクリアしなきゃいけないから、まあ難しい。で、この戦い方なんだけども、攻撃をやります。そうすると、衝撃波出るでしょ？この衝撃波で足止めをしつつ、エレメントのカバンでダメージを与えていくっていうやり方。このエレメントのカバンがとにかく強いので、まあ、大概のやつは、そこに合ってる攻撃力のやつをつけていけば勝てるから。まあ、とにかくこれで足止めをしつつ、おい！攻撃をしていくという感じです。はい。そうすると、まあ、勝てるから。ちょっと時間はかかるよ。時間はかかるけども、まあ、確実に。倒していけるので、やってください。よし。俺もちょっと今日は、最初から最後まで行くよ。これ、クリーパーとか、エンチャントの来たらもう、ほぼ無理ゲーだもんね。そこをね、クリアできる。この、カバンだったら。あ、やばい！おっしゃー。三択だもんね。このカバンが。雷と、炎と、霊気か。うん。雷が出ると大当たり。で、霊気が出ると外れみたいな感じ。うん。でも霊気でも、この、クリーパーに対しては結構有効かな。あいつの、動きがすごく遅くなるので、うまいこと逃げて爆発させることができます。まあ、基本的には、もうずっとこれだね。衝撃波で足止めをしつつ、雷でやっつけていくという、そういうやり方。
もうほんとこれ安全だし、確実に、やっていけるので、おすすめです。もうほんと、わらわらっていっぱい来た時は、ちょっと交代しながらとか、そういうね、方法も取らなきゃいけないんだけども、あんまりね、前に出すぎずやっていくと、いけると思う。うん。弓でもさ、一応、足止めできないことはないけど、ちょっと限界があるもんね。なんで、やっぱり、締め具の衝撃波、これがやっぱりね、足止め効果は抜群にいいんで、これがいいな。はい。ま、ここ敵にもよるよね、その時出てきた。敵にもよるけど、ま、すべてに対応できるっていうところで、これは、やっぱり強い。おいっしゃ、ケイ。運が悪いとね、ほんと霊気しか出ない時とかあるもんね。そういう時は、まあ、頑張ってください。ほらほら、霊気ばっかり出た。しゃあ。まあ、こういうね、地形を使って、注意しながら行くっていうのも大事。さすがに再生とか、味方回復がついてると、やりにくいもんね。よし、オッケー、炎。出た。雷のダメージがやっぱり半端じゃない。うん、あ、ちゃんとね、このカバンはレベルアップしていくね。うん、昔取ったまんまとかそういうので言ってもダメージがないから、そこのステージに合わせて、レベルはしっかりと上げてい、ってください。お、シアダか、珍しいな、珍しい。で、ここだね。まあ、この次も難しいんだけども、この、火山での一番の山場、村人を助けるところだね。ここはうまいこと、矢が当たらないようなところに位置取りをしつつ、倒していってください。じゃあ、トロッコは要注意。トロッコを当たる、お、いった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 、トロッコやられるともうほぼほぼ無理ゲーになるんで、しゃあちょっと場所をね見て立ち回ってください。よいしょ、 OK。 ここは厳しい。あーめー、いやー相当近づかれた。やばい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 。まあ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 、たまにはこうなりますわ。ちょっとクイックついてるの厳しいな、お前。ちょっと待って。危ねえ。トロッコは一撃で相当削られるから。あ、味方回復ついてんのかい。味方回復かよ。よし。倒した。待て。あ、クイックだ。もう。厳しいなぁ。まあまあまあ、普通に行くよりは全然、全然いけてるよ。よし。よっしゃ。とりあえずここは、抜けたかな。おい。待て。まあこの、透明になって、走り抜けるっていう方法もあるよね。でも、あれが出ないことには、どうも、できないから、まあ若干運が絡むね。おい、あぶねえ。ちょっと回復しようかな。よし、回復終わった、行きましょう。あー、ここすげえな、すんごい場所だ。でも俺はクリアしていく。あった、ちょっとずつでいいからね、減らしていかないと。いかんね、一気に来られると、わー、やべ、エンダーマンいるよ。やべ、エンダーマンが来たー。あぶねーし。あー、トロッコトロッコ、変な場所におった俺。いいいい、いけるいける、行きましょう。
よし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 。無敵の時にね、ちょっと、ガシガシと、倒しとこう。あぶねえ。いくよ。気をつけていけ。あと一回だからね。ああ、もうなんで、なんで出ない。よし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 。やべえのがいるな。ちゃんと出て。当たり出てくれ。炎か。まあ、よしとしよう。来たね。おいし。え、え？あ、雲がいるの？雲がいるんかい。ちょっと待て。待て。あっちも雲がいるね。よし。あー、味方回復がついてる。味方回復。難易度高いと。結構厳しい。しゃ。いける。オッケー。うー、きついね。怖いね。なんか遠距離系が来たら一発で終わりそうな気がするけど、行くぞ。あ、何もいない。せっかくこうなってるのに、ここは潰しときたい。オッケー。オッケー、せめてそこは潰したかったからよかった。よし、スポナーも潰しときたい。よし、はい、きついとこ来たよ。ここが結構きつい。ちょっと弓でおびき寄せつつ。おお、厳しいね。相変わらず手厳しい攻撃が多いよ、お前たち。よし、来い。よし。ちょっと待って、なんか霊気しか出ねえ。霊気ばっかりだ。出るのは OK。いけた。いけるか、ここ。よし。よし、OK。運がいいよ。いい感じ、いい感じ。はい、こっち来なさい。おお、来た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 、いっぱい来た。やべえ。これ場所取り重要ね。よっしゃあ。オッケー。来るか？来ないね。本当に。3発ぐらいもらえばすぐ死ぬもんね。即死だから。よし、ここら辺がちょっと怖い。よし、来なさい来なさい来なさい。あー、やっべ、弓そこら辺で待っとかないで。しゃ、あと2体どこだ。ちょっと待て、ちょっと弓が厳しいね。そんなとこにおられるぞ。ちょっときついよ。しゃあ、お前も、うん、霊気しか出ない。しゃあ、あ、ここら辺はもう全滅させた。いい感じいい感じ。次は、おい、やばい。おー、危ねえ。クリーパーかと思った。来やがった。よし、ちょっと待って、弓が多い弓が多い。よし、おいし、いい感じ。飯を食っとけ。ここも敵どうせ多いんでしょ、どうせいっぱい。おっしゃ、ナイス。うわー、ここに来て帯電とかが出だした。ちょっとこのまんま影化して行きたい。オッケー、ここで溶けるとちょっとやばい。あぶねえ。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ。やばい。クイック、クイックがおる、クイックおる。よし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 、クイックは足止めす。ちょっと待て、運が悪い。ちょっと待て。
オッケー。あーし。おーし、オッケーオッケー、いいよ。いいよ、いいよ。あ、ちょっと待って、そう、帯電ついとるやろ、お前。帯電つき、やめろ。帯電つきはやめろ。あの、高難易度の帯電を、痛すぎるからね。ダメダメ。帯電つきは絶対ダメやからね。よし、オッケー。位置取りいいよ。ああ!おっしゃ。ボスも見えてきた。よし。オッケー。ボスまで来たね。ああ、ボスまで来たけど、なんかまだ雑魚が出てくる。よし。オッケー。しゃ。じゃ最後なんか俺油断してる。若干油断しよるぞ。オッケー。で、ボスだけども、まあ、倒し方は、お任せします。まあ、ここのボスとかだったら、ドラつけて、締めぐ、まあ、ある程度の攻撃力があれば、即倒せるし、まあ、うまいことこの力のポーションとか出れば、まあ、全然余裕だろうからね。ここは、装備を変えていくっていうのをおすすめ。そうね。やっぱドラーとキノコかな?一番無難なのは。ドラー、キノコ。だと思う。カバンではちょっとここ厳しいかな。なので、俺はね、ちょっと、ドラと、装備を、これで行きましょう。機械ソーブレード。これで倒すね。行くよ。サクッと倒すから。はい、行きなさい。行きます。しゃあ。やっぱ強いね。やっぱ強い。で、こっからだね、また。あとは出口まで。なんだけども、走り抜けてもまあいい。けども、ここで、重力が来たりとかしたら、終わりだもんね。ジ・エンドだから、まあ、安全に、行きましょう。ここでほんと重力のやつとか、普通に待っとるからね。そういうやつらが来てしまうと、厳しくなるので、はいし。普通に行きましょう。はい。ということで、超高難易度のクリアのやり方。やってみました。最初の方結構ね、事故っちゃったんだけども、途中から持ち直した感じです。はい。エレメントのカバン戦法、これなかなか使えるので、やってみてください。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。噂は信じて